なんつうか、あちこちからチョコの甘い匂いがしてきた的な。そうだな。なかなか手間のかかるものなんだな。仕上げに粉砂糖を振りかけてと、はあ、やっとできた。そういえばさ、私ってハヤトにチョコってあげたことあったっけ？え、どうして急に？別に、どうだったかなって思っただけ。もらったことないんじゃないかな。もらう理由もないし。だよね。あ、でも雪乃ちゃんからはあるんじゃない？だったよね。そう、覚えてないわ。今となってはどうでもいいことだもの。ふん、今となってはね。じゃ、今一生懸命作ってるチョコはどうでもよくないってことだ。ゆきのちゃんは誰にあげるつもりなのかな。姉さんには関係ないわ。自分のテーブルに戻ったらどう？雪乃ちゃん冷たい。逃げてきてんの。あれ、三浦先輩、こんなところでどうしたんですか？あんたこそ何してんの？私はこれですよ。皆さんに飲み物でも差し入れようかと思って。そういや、あんた一応生徒会長とかやってんだっけ？はい、やっちゃってます。今回のイベントは一応生徒会主催ですからね。三浦先輩もチョコ作り楽しんでます？あんたに関係ないし。もしかして葉山先輩に受け取ってもらえなかったんですか？違うし、つうかまだ渡してないし。じゃあ渡してきたらいいじゃないですか。だってなんかそういう感じでもないし。ああ、なるほど、そういうことですか。ちょっと何勝手に納得してんの？葉山先輩の様子見てるとチョコ渡してもいいのかなって迷いません？葉山先輩、何かありそうな感じですし。でも今は葉山先輩の気持ちより自分の気持ちも知りたいっていうか。はあ？三浦先輩、私本物が欲しいんですよね。本物って何言ってんの？私もまだ
だわからないんですけど、見つけたいって思っちゃったんです。他の誰のものでもない、私の、私だけの本物を。まあ誰かさんの受け売りなんですけどね。あ、三浦先輩は渡さないんですか。じゃあ誰も渡さないとか言ってないし、つーか渡すし私も負けませんよ。こっちも負ける気ないっつの。本物か。引きがやか。よう。ほら。おう、サンキュー。無糖なやつの方がいいかと思ってな。それとも甘い方が良かったか。それは嫌味か。ケーキ屋にはつくづく向かねえと思って出てきたとこだぞ。ま、あんな風に複雑な作業がこなせるなんてすごいと思うよ。お前なら実は菓子作りから料理作りまで完璧にこなせると言われても驚く気がしないけどな。さすがにそれはないな。こう見えてもサッカーバカの体育会系だしね。それにしてもよく考えたな。は？あれならみんな自然に振る舞える。おかげでトベもチョコが食べられて喜んでるよ。それはお前もか。俺はいつも俺のままだよ。あの人が言ってたぞ、お前は何も求めていないって。春野さんは観察こそするけど、興味がないものには徹底して冷たいからね。君はあの人には随分気に入られてるよ。からかわれてる気しかしないし、望んでもいないけどな。君のそんなところが嫌いだって前にも話したよな。お互い様だろう。ま、しっかり勤めてこいよ、味見係。君は全く自分の価値が分かってないよ。
受け入れるふりをして誰も寄せ付けないのと、みんなを拒絶するふりをして作ってもらった居場所に安住するの、どこが違うんだろうね。それは動機が大きく違うだろう。私はどっちの気持ちもわかるような気がするけど、人との距離が縮まるのって素敵なことだと思うんだ。びっくりした。頑張って楽しい時間を作った引きがやくんに、はい、ご褒美。最後まで我慢しなきゃ。はい、
なきゃいけないなら罰ゲームって言うんじゃないですかね。そうかもね。君にとっては今日はずっと罰ゲームみたいなものだったんじゃない？今日だけじゃなく人生ずっと罰ゲームみたいなもんですよ。そういうところ結構好きよ。姉さん、いい加減にしなさい。それをからかって楽しい？困ったことに結構楽しいのよね。手伝ってもらっちゃってすいません。いや、はーい。なんだかあっという間だったね。ええ、そうね。何事もなく終わってくれてほっとしたわ。またみんなで何かやりたいですね。いや、もうこれだけやったら十分じゃない？そんなことない？あ、それいい。次のイベントってなんかあるかな？ちょっと聞いて。俺の話もたまには聞いて。それなら私スキー行きたい。はい、ケイちゃんもスキーやりたいね。ちょ、ケイちゃん？お、いいね。冬といえばスキー。ダメ。そしてほどの恋。二人に何があっても大体全部雪のせいだよ。二人は好きなことし放題だよ。ダメ。そういえば私もスノボとか全然行ってないよ。確かに春から受験生だし、いいかもしれないな。ハヤトもそう思う？なかなか機会もなさそうだからね。もし大人数で行くなら、ちょっと場所を選ばないとな。あ、そういえばね、昔は生徒会主催のスキー合宿があったんだって。確か学校が借りられるロッジがあったんじゃないかな。
か君たちただスキーに行きたいだけなのか。そんなことないよ。これも大事な部活動の一環だよね、ユキノン。ユイ先輩いいこと言いますね。そうです、これも生徒会の仕事の一環です。雪の下先輩だってそう思いますよね。それはどうかしら。職権内容もいいところなんだよな。そんなことないですよね、平塚先生。あ、ハモった。ハモりましたね。うん、まあ夏休みの一件もあるしな。これも大切な部活動の一環だ。講師部顧問として私も同行しよう。マジか。引きがや、なんなら妹くんも誘うといい。ちょうど受験も終わって羽を伸ばしたい頃合いじゃないか。まあそうですね。そうですかね。これで決まりですね。やったー。今日結構楽しかったね。ユミコのお菓子もバッチリだったし。何かな。何してんの？疲れ果ててる。今日生徒会のイベントとか行ってなかったっけ？バレンタイン的な。お兄ちゃんチョコもらった？雑用だの試食だのはしたけどもらってないな。っていうかそういうイベントじゃないし。それ疲れる要素ある？あるんだよ。なんだかよくわからん盛り上がりで、同じメンツでスキー合宿しようって流れになったの。奉仕部も強制参加っぽい感じでな。え？スキー合宿いいな！っていうか、今の小町はどんなイベントでも羨ましいよ。そりゃまあな。お前受験目前だもんな。やめて現実を突きつけないで、小町そういうの求めてない。もう目を背けられる時期じゃねえだろ。のんのん、小町は現実から目を背けているのではありません。夢とまっすぐ向き合っているだけなのです。やだわこの子、お兄ちゃんに似てきてる。お兄ちゃんに似てるなんて小町的にポイント高いでしょ。人間としてはポイントが下がってそうだな。自分で言っちゃうんだ。講師部も参加ってことは、雪乃さんやゆいさんも一緒なんでしょ？いいな！雪乃さんやゆ
するよ。あ、そうだ、お前も誘われてるぞ。俺は行くかわからんが、一応お伝えしておきます。え、こまちも？お兄ちゃん、行こうよ行こうよ、絶対行こうよ。行きたい？マジで？月野さんとゆいさんとお兄ちゃんと一緒にスキーしたいもん。それに次、こんな機会できるかなんてわかんないし。そっか、ま、小町はひとまず受験頑張れよ。じゃあでも、スキーの件はもうちょっと考える。いや、違うのよ、ここんとこ人間関係マジしんどくてな。あー、ややこしいって言ってたもんね。でもさ、お兄ちゃん、ひょっとしたらだけど、ここ頑張るとこだよ。そしたらきっといいことあるよ。若いうちの苦労は先行投資、先物相場だよ。一瞬で崩壊しそうな市場だな。まあ、でも小町も頑張ってるわけだしな。とりあえずやや前向きに検討してみる。じゃあ小町もう一頑張りしてくるね。ああ、ま、無理しすぎない程度にな。はーい。マジ昨日から楽しみすぎて全然寝らんなかったわ。2時間しか寝てないわ、つらいわ。寝らんのすぎててるてる坊主作ってたわ。使わせてもらっていただけで、普段は普通のロッジだからな。とりあえず中へ入ろうか。はーい、皆さん、とりあえずロッジに入りますよ。お兄ちゃん、やっぱり来てよかったね。そうだな。綺麗だけど、やっぱ埃っぽいね。しばらく使っていなかったのだから仕方がないわね。まずは掃除からかしらね。そうですね、じゃあ分担決めないとですね。あ、じゃあくじ作ってくじ引きにしない？楽しそうだし。くじ引き？姉さんはまたそういう適当なことを。楽か？楽ですよ、くじ引きなら飲めませんから。なるほどな、そういうことなら俺は全然いいけど。じゃあ決まり、ちょっと待っててね。いや、これくじの意味ないでしょ。い
ろいろ考えるよりみんなで一斉にやっちゃった方が早いってこと。それじゃ私はめぐりとしずかちゃんで買い出し行ってくるから、あとよろしく。やっぱり姉さん逃げたわね。まあ春野さんだからな。そうね、客室の方は三浦さんと海老名さんにお願いできるかしら。お風呂場は私と由比ヶ浜さんで、男性陣の何人かは玄関前の雪かきを。そうだな、戸部一緒にさっさと済ませよう。他のみんなはリビングの掃除にかかってくれ。いろは、指揮を頼む。もちろんです。あ、床を掃くのは壁とかの埃を払ってからでお願いします。窓拭きだけで済まそうとか考えてませんよね。いや、考えてねえから。そうですか、意外です。ついでに上の方の埃も払ってもらえませんか。え、どうして俺が。だってそういうのはやっぱり背が高い人じゃないと。何？ちゃっちゃとやった方がいいんでしょ。はい、助かります。じゃあ私はあっちを見てきます。一式のやつ、ビビって逃げたか。確かに川崎さん怖いですけどね。あ、その私が叩きかけたとこから吹き始めてくれればいいから。おう、よくある。おお、ケイちゃんの小町。お兄ちゃん、小町が水拭きしたらその後空拭きして。なるほどな。小町早い。ケイカちゃんも早いよ。楽勝だし。じゃあ外の方で何か手伝うことないか聞いてこようか。おお、由美子たちじゃね。雪かきやばいべ。由美子たちじゃ手伝いきついっしょ。これそれほどほどにしとけし。ハヤト、アシュラも手伝う？いや、トベも言ってたけど結構力いるからな。あら、
由ヶ浜さん外に行っていたのではなかったの？みんなが行ったら人数多くなっちゃったみたいだし、まだ部屋の方でもやることあるんじゃないかなって。ではこちらを手伝いましょうか。うん。ねえお兄ちゃん、手が止まってるけど何外ばっかり見てるの？おー、爽やかな方の皆さんだ。それだとこっちが爽やかじゃない方になっちゃうんだけど。じゃあ仲いい方の皆さんだ。だな。そこは認めるんだ。何この雪、硬すぎだし重いし無理なんですけど。だから無理しなくていいって。崩すからちょっとそこどいて。硬いべ。来てるわ、硬さマックス来てるわ。飛べうっさい、黙って働けし。大体崩せたんじゃないかな。じゃあ由美子、ひな、これ脇に寄せてってくれないか。砕かれ引き裂かれた愛だね。ありがとう。ほらエビナ、悲しそうに地面見てないで、ちゃっちゃと動くよ。飛べて止まってる。私スキー行きたい。引きがや君、不景気な顔をしているけれどどうしたのかしら。ああスキーやったことねえからどうしたもんかな。平行にして滑ればある程度は誰でもまっすぐに滑れるわ。問題はプルークとボーゲンなのだけれど。引きがやくん、板がハの字になるよう足を開いてみて。腰は落として。おう。筋は悪くないと思うわ。あとは練習のみなのだけれど、よかったら一緒に滑っても。いや、あとはしばらく一人で練習するとこだろうし、付き合わせるのも気が引けるしな。これだけ教わっただけでも助かる。そうならばいいのだけれど。あるのかもしれないけれど、あ
なたが全て抱え込む必要はないと思うわ。そんなつもりは毛頭ねえよ。そう、それじゃあ滑ってくるわ。おう、アンガトラ。危ないから。あんた気をつけなよ。今の転び方怪我するから。そうか、すまん、助かった。いや、通りかかっただけだし。っていうかあんた本当に初心者丸だし。だからマジで今までスキーやったことないんだ。転び方から行こっか。え？いや、だから教えてあげるって言ってんの。マジか。でも迷惑かけちまうし。ここでぼんやり立ってて怪我でもされた方がよっぽど迷惑だっての。嘘、嘘かな。いい？転びそうになったら足開きがちだけど一番ダメなやつだから。転ぶときは必ずスキーの外側。あ、スキーの外側？ああ、だから両足開いてその間に落ちるのは絶対ダメってこと。転びそうになったら体を倒してこんな風に。ああ、外側ってそういう意味か。他にどういう意味があるっつうの。引きよ、やってみて。こうか。痛くないコツってことでお尻から着地するわけ。っていうかさっき雪の下が何か教えてたみたいだけど、普通転び方先に教えるっしょ。ちゃんとマスターしとかないと絶対怪我するから。なるほど。滑り方は練習しなきゃと思ってたけど、転び方を練習する発想はなかった。いや、立ち上がり方あるから。足体の方に引き寄せて。あ、板は平行に保つ。やってみな。
あ、引きをぼーっとするなし。もう一回。ああ。